期も終了し、夏休みまでの間の補習期間だが、赤点を取っておらず、出席日数の心配がない学生にとってはただの休みだ。なぜそんな休みに朝から目を覚ましたのか。海に行くだ！確認するまでもない海に行く当日だからに決まっている。起きるか。よかった、寝坊とかしなかったな。うへぇー。いい天気。え、制約で来るの？中途半端に涼しいよりもいいだろう。水曜のことも考えるとさ。そりゃそうなんだけど、うん、こうも日差しがきついと気持ちがくじけそうになる。ほんとヒッキーなんだからこいつ。その気持ちはわかるけどな、ここまで来たら諦めろ。っていうか楽しめよお前は。今更キャンセルはできないだろう。海、何を食べようか。この気温だ、やっぱりここはかき氷は必要か。この子を見習え。定番は焼きそば、ラーメン、いやカレーか。まあ、ド定番は焼きそばかな。正直海に行かなくても食べられるんだけどね。行ったらわかる。それは海で食うから意味があるんだろ。正月の屋台のたこ焼きとか夏祭りの綿菓子も似たようなもんだ。高いなと思っても雰囲気で買ってしまう。大体お前も水着を買ったんだ、今更やめるなんて。いろいろともったいないぞ。多分そんなつもりないよ。多分そのめんどくさいって表したい時期もあるの。うわ、めんどくせえな、マジで。あ、男と女だ。ああ、で、マジ海行くのめんどくせえわ。心なら行きたいって多分思ってくれてる。そういうことだな。まあね。うん。あとお母さんに文句言われそう。おはようございます、くるみ先輩。おはよう。おはよーす。やっぱ浮いてるよね。なんで制服なんだろう。待ち合わせ場所に行くと、コヒブリさんがすでに到着していた。あら、ごめんなさい。もうみんな集まっていたのね。少々遅れましたか？誠に申し訳ありません。なんかしよったんかな？そのゲート関係で準備が必要だったのかな？いや、今でも待ち合わせの5分前だ。遅れてなどいない。違った。こいつらが楽しみすぎたんだ、多分。早いな、集まるの。揃ったことですし、問題なければもう出発しませんか？暑いからせめて電車乗りたい。そうね、そうしましょうか。うん、では海に向けて出発だ。行こう。あ、もう着いた、うん、一回さ、あ、違う、確かにマナの気配がある気がする。一回その水着になる前にセーブしたいんだよね。まだならないよね。多分ゲートを閉じてから水着イベントかな。もうちょい進めるか。言われてみれば確かに。かすかなものだけど。だから一応念のためと言ったでしょ。はいはいはい。この分でしたら思ったよりも簡単に消すことができそうですね。なあ、よかった。なら手伝うようなことはないってことか。ええ、私に任せておいて。かぐやが両腕を、横に振れて大きく腕を広げる。ふん。その動きに従い目の前の空間を炎がないだが、それも一瞬だけだ。大きく広がった炎は、大火とはならない。そのままチリズリになって溶けるように消えていった。小さな星が瞬くように火の粉が広がっていく様子はどこか幻想的な光景だったと思った。はい、これで終了。あ、簡単、簡単でしょ。余韻をぶち壊すように影はあっさりとした声で言ってのけた。思っていた以上に簡単だな。この地に残ってたマナを燃やしただけだもの。へえ。だからキラキラしてたんだ。てっきり埃でも燃えてるのかと思った。え、こいつ見えるの？そんな危険なものじゃないわよ。他に燃え移る心配はないから。うーん、そっか。今くらいのものなら間近で見られない限り騒ぎになることもないでしょ。まあね、そうだな。先ほどまでのかすかなマナの気配が僕にも感じられなくなっていく。問題はなさそうだね。そうか、本当にすぐ沈んだな。簡単だって言ったでしょ。さて、これでお仕事は終了。それじゃあ今度は海を堪能しましょうか。